100日エニアグラムを理解するシーズン2、今回はタイプ2のサバンナの高橋さんです。それではここにします。これまでまあご紹介してきた方々とはすごい違う感じなんですよね。まあこれはあの CM で、あのお腹が痛くなった時に飲む薬の CM ですけど、実際あのお腹が緩いっていうあの性質っていうかな、体質みたいで、あのまあジャストな CM なんですけども、まあ、こういうなんていうかな、あの本当芸人さんな感じなんですよね。だから爽やかっていうのはとはほど遠い感じで、今まで紹介してきた、まあ、人当たりが良いとか誰も傷つけないとか害のないとかそういう感じではないタイプ2なんですよね。でまあ決め手はですね、高校の同級生、私の高校の同級生は同じオーラなんですけども、まあ高校生の時代私、まあ、エニアグラム知らなかったんですけど、まあ思い返してみれば、ああ彼はまあ絶対にだなと思ってて、まあすごく似てるんですよ。で、まあ、その表情はっていうとこんな感じ、まあまあ今まで言ってきた、まあ目尻こう垂れ目で目尻がシワが寄るっていう、まあ言葉で言ってしまえばそんな感じなんですけど、まあこういう表情で、特に喋り方がですねすごいあの特徴的でですね、ウィキペディアで、色白で貧弱な体つきと笑っているようにも捉えられる口調が特徴で、まあ、ウィキペディアにはここ書いてるんですけども、その、まあ、独特の粘り気がある喋り方っていう私は表現します。このなんやねんとか、なんかそれなんかちょっと甘えたような、なんかこうなんかこう尾を引くような感じなんですよね、喋り方が。まあ、その、まあ、表情なり喋り方が一番の、まあ、決め手ですね。で、正直、その、行動とか喋ることとかは、まあ、その、人のことをまあディスるっていうかな、悪いっていうかな、あの、ちょっと、ネガティブなことも言ったりするので、すごく悩んだんですけども、やっぱそこは芸人さんとしての、その、なんつかな、あの、しきたりというか、スタイルを、あの、にのっとっていってるのかなって想像してます。でもう一つ、まあ、エピソードとしてあの、まあ、取り上げたいのは、修行チャンネルって最近あの、まあ、コロナ禍になってから YouTube チャンネル始めたみたいなんですけども、そこで、ちびまる子ちゃん、あんまりドラえもんも大好きだっていうの話があって、まあ、ちびまる子ちゃんも大好きで、そこの神回の紹介っていうのがあってですね、まあ、その紹介と貼っときますけども、あのすごく感動し、一番感動したっていう、まあ、実際感動する話のご紹介で、それが一番自分はお気に入りっていう話をしてて、まあその目尻のシワということで6もまあ考えたんですけども、6だったらこの紹介を神回とはしないだろうなと思って、やっぱり2だなと思いました。で改めて2だと見して見てみるとですね、面白い話がやっぱりあったことが分かって、もう若い頃の動画が出てきて、これは千原兄弟 の, あの番組に出てた喧嘩っていう、まあ、あのコントにの演じてる場面ですね。で、まあ、この表情とかも全然今とは違うし、そこであのキムタクにって言われるんですよみたいな言ったら、千原兄弟2人からこうあのバイクで突っ込まれてたんですけども、この感じっていうのはもうすごくあのなんていうかな、にっぽいというか、今の普通の2っていうか、あんまりあの芸人臭くないですよね。まあもっとさらっとしてるような2で、でも今はこんな感じ、もう芸人してる感じですよね。であの「エンタの神様」で乾ひろしっていうのも前出てて、乾ひろしとサバンナの高橋さんがその結びつかない人も結構多いと思うんですけども、実は同一人物なんですよね。であと、うどん亭きつねっていうのもやってたみたいで、これは私全然知らなかったんですけども、そういうキャラもやってました。で、極めつけがですね、コッシーっていうあの、NHK の教育番組の声優やられてて、スイちゃーんっていうあの、すごいあの、なんかこう、なんつかな、弱々しいキャラなんです。弱々しいっていうか、守ってあげたいようなキャラなんですよね。なんていうかな、まあ、でもスイちゃんのお兄さん分なんですけども、椅子のキャラクターなんですよね。で、まあ、動画もいっぱい出てくると思うんですけども、まあ、
とにかくまあこのようにですね変幻自在なんですよ。でまあ伊集院光さんの話の時も話したんですけども、二の変身癖っていうのがあって、やっぱりこの状況とか相手によって見せる人格っていうを変えるっていう得意技があってですね、やっぱそれのなせる技かなと思いました。はい、まとめです。サバンナの高橋さん、高橋茂雄さん、もうザ芸人なタイプ2だと思います。